神奈川県横浜市の三沢球技場です。前半の19分経過して前橋育英高校が1点を先行しています。前半2分です。大会3日目、今日は首都圏の8会場で2回戦の16試合が行われます。これが前半2分の前橋育英高校の得点。13番の堀内、2人かわして、この後また1人かわしてシュート。これが前橋育英高校の先取点です。前橋育英高校が1点を先行して前半の20分になりました。今稲崎高校がゴールまで30メートルという地点でフリーキック。13番の越石、このこぼれ球、8番の清水正幸が浮き球を入れます。7番の中田、クリアしました。前橋育英高校です。今日の三沢球技場の第1試合、群馬代表の前橋育英高校と山梨代表韮崎高校の一戦。放送席の解説は関東大学リーグ昭和57年、59年、60年、平成元年と優勝、昭和54年には総理大臣杯、昭和57年インカラを制覇しました国士舘大学サッカー部監督の大沢秀夫さんです。大沢さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前半20分で前橋が1点リードしています。はい、ここまでの20分間どうご覧になってますか。もう完全に両チームの持ち味を十分発揮していますね。で非常にゴール前に思い切ったシュートが多いですから、はい、非常に見応えがありますね。そうですね、はい、さあ、それでは両チームのイレブンをですね、ここでご紹介をしておこうと思います。群馬代表の前橋育英高校からゴールキーパー永井です。15番の古川がキャプテンです。2番の小林、3番の橋本という3バック、ミドフィルダー18番の石倉、11番佐藤は俊足のミドフィルダーです。そして6番の小井戸、13番の堀内が前半2分に得点1、10番横山ゲームメーカー、8番上村、昨日の佐賀商業戦でハットトリック、9番の新井、今グラウンドの外に出ておりますが昨日2得点をマークしています。前橋育英高校、昨日は5対1で佐賀商業高校を破りました。一方、対するグリーンのユニフォームの韮崎高校、ゴールキーパー内藤です。182センチの長身、ディフェンダー2番の今村、右のサイドバック、3番越石がキャプテン、4番水野ストッパー、5番塩沢がスイーパーです。6番の小泉、7番の中田2年生、中田はアンダーセブンティーン日本代表、8番の清水正幸、司令塔で10番の土橋、フォワードは9番俊足の堀井、そして16番の清水亮太郎。韮崎は昨日滋賀県の森山北高校を6対4で破っています。センターリング上がった、前橋チャンス、チャンス、横山シュートブロック、守った6番の小泉、守りました6番の小泉。非常にゴール前が多い試合になっています。前橋の11番の佐藤君、スピードがありますね、はい、今右サイドから、センターリングでしたけどね、もう決定的なチャンスでしたよね。 50m6 秒1で走ります、この11番の佐藤です。今日は群馬代表の前橋育英高校と山梨代表韮崎高校との対戦。前橋育英は4年連続5回目、韮崎は2年ぶり27回目の出場、両チームともに昨日1勝を挙げています。特に前橋育英高校は昨日初めて全国大会で嬉しい1勝をマークいたしました。はい、少し1つだけを出しましてグラウンドに選手を送っています。そうですか。さあ、コーナーキック、韮崎高校は3本目になります。7番の中田がキッカー、パーポスト4番180センチの水野がいます。ゴール正面、9番の堀井もいます。さあ、どうでしょうか。これはヘディングクリアです。なかなか山田監督も冷静にその試合前にいろいろ指示を出してますね。そうですね、さあ、ゴールはシュート、ディフェンダークリア、ね、よく守りました、カバーリング。前半25分経過、さあ、マイボスボール、13番の堀内のデビュー、今 0.5 点ぐらい入ってますね。そうですね、それで13番の堀内君はちょっと計算違いかじゃなかったかと思うんですね。なるほど、その2人をマークが行くあまりに、ちょっと13番の堀内のマークが甘いと、堀内君がここまでとはちょっと読みがなかったんじゃないかと思いますね。なるほどね。8番の清水のシュート、パンチン、素晴らしいバナナシュート、枠に入ってましたね。そうですよね、さすがこの永井君は相当な能力を持ってますね。素晴らしいですね、今のシーン見てみましょう。狙いすましたバナナシュート、右のいっぱいいっぱい、キーパーよく反応しました。永井、コーナーキックです。第72回全国高校サッカー選手権大会は3日目、今日は首都圏8会場で2回戦の16試合が行われています。三沢球技場の第1試合は前橋育英と韮崎高校、先手を取ったのは前半2分の前橋育英高校でした。13番の堀内の素晴らしいドリブル、大沢さん、本当に柔らかいですね。柔らかかったですね。このスローインからのボール、はい、ダイレクトに受けたのがその13番の堀内なんです、はい、
ここで1人クッとかわします。この次ですね、はい、そしてもう1つ、これはもうディフェンスとするともうどうしようもないですね。堀内君の技が勝ってたということでしょうね。もう今度は前橋育英高校が右にエンドを取りました。黄色と黒の縦島、今もう一度仕切り直しです。キックオフになりました。左にグリーンの山梨代表韮崎高校です。それでは後半のメンバー簡単にご紹介しておきましょう。前半とメンバー交代はありません。ご覧のようにゴールキーパー今日大活躍の永井です。もう守護神の永井、15番キャプテンの古川です。ミドルフィルダーが5人、18番の石倉、俊足11番の佐藤、6番の小井戸、13番の堀内、前半2分に貴重な1点を挙げています。10番横山ゲームメーカーで、8番上村、9番の新井という 3-5-2 というシステムの前橋育英高校です。さあフリーキック韮崎高校、左45度距離20メートルちょっと、これはちょっと見てみましょう。中田が柔らかいボールでヘディングシュート、ゴール、これは素晴らしい同点。16番の清水亮太郎のヘディングシュート、アシスト7番のやっぱり中田、ここはさすがですね。中田君のあの計算されたボールですね、素晴らしい、これにまた清水君、これは相当普段から訓練してるんでしょうね。今の見てみましょう、はい、ディフェンダーの裏、キーパー飛び出したヘディングシュート、あそこしかないというところですね。ピンポイントですね、これですよ。うわ、もう全くナックルに当たってますね、清水君の頭に。さあ後半4分に韮崎が同点に追いついて、全くの互角の勝負になりました。そういう一つ声を出しただけでした。あ、チャンスだ、シュート、キーパーよく弾いた、素晴らしいゴールキーパー長い、2番の今村のシュート、いや決定的なシーンです。よく抑えましたね、さあ有田さんどうぞ。はい、その分ですね、代わって中田選手がですねフォワード陣に強いシュートを打とうじゃないかと、そういう声とばをかけましたけどもね、はい、まあ、そのロッカールームの様子が、まあ、反映して開始早々ですね1点もぎ取ったという、そういう感じがいたしますね。そうですか、ベンチサイドでですね滝田選手がアップを始めております。ああそうですか。さあ前橋育英チャンスだ、右サイド、さあ横山打てるか打てるか打てるか、小井戸シュート、ゴー、10分、前橋育英高校勝ち越し、2対1です。なかなか今ラストパスは横山君ですか、10番の横山君、まあ、最後決めたのは小井戸君ですね。6番の小井戸、今のシーンです。これ横山君ですかね、10番の、それで小井戸君が飛び込みましたね。そうなんですね、もうオフサイドギリギリのところからの飛び込みでしたですね、はい、今のシーンを別の角度から、そうですね、横山から6番の小井戸というパターン、ギリギリいっぱい、2対1です。後半の10分経過、つないで堀内、リアです。さあ滝、これは前橋、今のが滝田君に期待する部分でしょうね。そうですね、あのくさびのボールをしっかり滝田君が落としてくれる。さあ堀井だ、こぼれた、シュート、シュート、ゴールインですね、同点、ゴールインですね。後半14分、変わった滝田、これはもうベンチの起用がズバリですね。2対2の同点、後半14分、今9番の堀井が走り込んで、キーパーが飛び出して交錯してこぼれた。そうです、そして11番の滝田、はい、ベンチの起用がもう的中しましたね。的中ですね、ここを狙っていました滝田、ベンチの期待に応えました。2対2の同点、また分からなくなったですね。分かりませんね、7番の中田アンダーセブンティン日本代表、ゴール前に大きなボールが上がった、キーパーこぼれた、抑えます。174センチの大きなゴールキーパー長いです。しかし中田がいいボールを上げますね、この後の反応が早いですよ、 あの体の入れ方が、まあ、それだけ監督をその興奮させるゲームなんですね、
もうほらもう素晴らしいゲームですからね、さあ13番の堀内抜けた、堀内が抜けたシュート、3対2、これなんですよね。ですからやはりあのバックラインがもう少し堀内君を見なきゃいけないですね、堀内今日2点目、全くあの前橋にとっては秘密兵器、宮崎にとってはちょっと予想外の起用だったんじゃないですかね。そうです、ここです、よく見てます、いっぱいいっぱい、このフリーキックからです、頭でこぼれたところ走り込んでいます、素晴らしいシュート、3対2、また前橋育英高校勝ち越し。どうしても今越内君の守りが背後からになりましたから ね、そうですね、ちょっとポジションが悪かったですね。これは2打席ボールのスローインです。40秒経過、時間がありません。前橋育英高校2勝目なるか、昨日嬉しい初勝利で2勝目なるかどうか、さあ時間がない、岡田がまた時計を見ています。50秒経過、50秒経過、40分を50秒経過しています。7番の中田ボールをキープ、前に出したい、前に出せるか、一度引きます、前線に送った、もうロスタイム1分経過しています。ゴールキーパーがここまで出ています。最後まで諦めない宮崎、4番の水野前線に送った、7番の中田ボールキープ、時間がない、岡田が時計を見ています。これがラストプレーか、ゴール前に出た、ゴール前に出た、ここで試合終了、3対2、前橋育英高校2回戦突破、3回戦進出、宮崎高校2回戦突破なりません。凄まじい一戦になりました。素晴らしかったですね。今レフェリー岡田のホイッスルの後に大沢さんため息つけました。はい、本当にあのこれだけのゲームを見せていただけて、本当にありがとう、感謝したいですね。とにかく最後までスタミナが切れませんでした、はい、高校生のパワーってのは大沢さんすごいですね。すごいですね、これは無限の力を秘めてるんでしょうね。そうですね。さあ前橋育英高校、昨日の佐賀商業戦に次いで今日の宮崎高校も3対22回戦を突破しました。昨日嬉しい全国大会初勝利、そして今日2勝目をマーク、校歌が三沢球技場に流れます。表情でセンターサークルで校歌を歌っていました。さあ嬉しい2勝目、前橋育英高校山田監督のインタビュー、大谷さんお願いします。はい、嬉しい2勝目を今日挙げました。まずは率直なお気持ちから。ありがとうございます。しかし先制して同点に追いつかれてかなりハラハラしたんじゃないですか。そうですね、ボールキーパーとディフェンスの連携がね、ああいうところを反省点に次頑張ります。しかし堀内君よく頑張りました。そうですね、今日はスタメンでね、堀内がまんまと当たりましたね。まあ選手たちが一言言っていました、とにかくもう一度国見てやりたい、まだこの後の試合結果分かりませんが、ここまで来ました、もうあとは国立行けましょうか。いやいや、もう疲れが、ね、ないチームなんで、まあ、頑張りますけど。今日選手たちどのくらい点数を上げられますか。昨日に比べるとね、
だいぶ良くなったけど、まだやっぱりミステイクが多いんじゃないかなって気がしますけど。じゃあその辺また反省ノートなりでこう研究して、また明日も頑張ってください。はい、ありがとうございました。見事全国2勝目を挙げました山田浩介監督でした。それではどうぞ。